アートテラーのトニーです。アーティゾン美術館の貝塚です。はい、今回から始まりましたアーティゾン子どもの広場。この動画ではアーティゾン美術館のコレクションを1点ずつ選び、僕ら2人でその魅力を語っていこうと思っております。毎月第2第4土曜日に配信しますので、ぜひぜひ1年間楽しんでいただけたらと思います。貝塚さん、どうしたんですかそれは。はい、実はこれから6点、はい、エア彫刻から被り物を、はい、セレクトしたんです。セレクトして、はい、ちょっとご紹介したいと思います。あ、それで今ヘルメットかぶってるんですね。はい、はい、そんな、でもヘルメットかぶった作品じゃないんですか。はい、実は被り物といってもいろいろあるので、はい、それ楽しみにしてください。はい、わかりました。はい、じゃあまず彫刻からいきましょう。はい、行ってみましょう。さあ、やってきましたけども、貝塚さん、これ何ですか。はい、これ顔がライオンなんですね。はいはいはい、顔がライオンだけど、はい、首から下はよく見ると、はい、人間の女の人、はいはいはい、女の人なんですね。うん、じゃあライオンの被り物を、はい、この女の人が被ってるのかっていうと、そうじゃなくて、はい、実はライオンと人間の体を合体した神様なんです。はい、あ、そういうことなんですね。あのお面ではなくて。お面ではない。これどこの神様なんですか。これエジプト、はい、古代エジプト。大体今から何年ぐらい前。今から3000年前、4000年ぐらい前。もう日本でいうと弥生時代とか、そうですね、縄文時代とか、そんな昔から、はい、エジプトではこんなふうに作れてたんですね。作れてたんです。これ今何センチぐらいあるんですか。結構高いですね。これ実は、ここから177センチ、はい、177。私が178センチですから、はい、まあほぼ同じ。貝塚さんの方が1センチ高いんですね。1センチ高い。まあ、はい、ここの部分、あ、そうかそうか、ここの部分があるから、はい、まあここだけで言うと私の方が大きいですよね。なるほど。これ帽子かぶってちょっとかさ増ししてるんですね。はい、うん、かさ増ししてます。かさ増してます。はい、これは珍しいもんなんですか。これ実は3000年ぐらい前に、はい、エジプトの昔テーベって言ってた町の、はい、外れに、はい、カルナック、今カルナックと呼んでる村に大きい神殿を作りまして、神様が住んでる、神様、はい、神様の家を作って、はい、それが、アメンホテプっていう王様が作ったんですけど、なんと730体これ作ったんです。これをですか。その神殿にどういう感じで展示して、展示とか並べてたんですか。神殿に行くまでの参道、道、通りの両側にあったらしいんですね。これがずっとずらっ と、なんか卒業式の時みたいな感じ。卒業式みたいな感じでこう周りに人がいて、そうですね、列ができてて、列ができてる。これは並んでるんですか。730体。730体並んでいて、はいはい、でほとんどはこう椅子に座ってる姿だったらしいんです。はいはいはい、でところどころにこう立ってるのがあって、はい、だけど今はもうバラバラになっちゃって、はい、で世界中の美術館や博物館にこう、はい、これがあるんです。持ってるってことですか。持ってるんです。これまあこのアーティゾン美術館にもあるけど、東京とか他の日本にもあるんですか。はい、上野の東京国立博物館というところに一つあるし、はい、それから港区の白金台にある松岡美術館というところにも一つある。それも全部立ってるんですか。それはね、座ってるゾーンなんです。じゃあもう立ってるのが見れるのはここだけ。ここだけ貴重なんです。ここだけ。東京ではここだけ。なんかでもちょっと気になったのは腕とかちょっと長いですかね。あ、そうです ね、左腕はあるんだけど、うん、右腕は取れちゃったんですね。あ、そうなんですか。取れちゃってるんです。うんうんうん、はい、これちなみに何ていう名前の神様なの。ね、セクメト。セクメト。セクメト、はい、セクメトっていう神様で、うんうん、すごく怖い神様だったんですね。あ、怒ると怖いんです。怒ると、ライオンですからね。人間食べちゃうとかそういうことあるんですか。人間は食べないんだけど、うん、人間に病気を、はい、新型コロナウイルスみたいな病気を撒き散らかすっていう、すごく恐ろしい神様。恐ろしいものがここに置いてあるんですね。うん、恐ろしい神様だから、はいはい、こう頼りにしたっていうんでしょうね。逆にですか。力を持ってるっていう意味で。これその730体並んでるのは全部セクメトなんですか。全部セクメトです。もうこればっかりです。こればっかり。結構怖いですね、想像すると。そうです、怖いです。あとちょっと気になったのは、さっき出てきたこれ帽子みたいなのかぶってるってありますけど、なんかちょっと取れちゃってます。これ
欠けてなければこの大きいのはまん丸なんですね。丸、はいはい、太陽を表して、ここについてるんですか。太陽が乗っかってるんです。へ、それは太陽ってものすごくこうエネルギーがあるものが神様のまあ印だったんですよね。神様にまた神様がドクドクって偉いぞっていう感じですね。はあ、はあははあ、でその太陽の前に、うん、これね先っちょが欠けちゃってるんですけど、うんうん、実はこれコブラの蛇なんです。蛇なんです。こうシャーってなってるところ、シャーってなってる。なんで蛇乗せてるんですか。ね、うん、エジプトはその蛇は手足がないのにこうニュルニュルニュルって進めるので、うんうんうん、不思議な力を持ってる動物だと思われていて、うん、で特にコブラは、はい、まあ、毒もあるし、はい、すごく恐ろしくて力もあって、はい、そのコブラがこう威嚇してる時、威嚇する、はい、ところを驚かせようとしてる時、はい、そのところをこう立ってるところを、うん、そのおでこに神様のおでこにつけて、はい、神様の印にしてたんですね。あ、じゃあ見たらすぐ分かる、神様だっていう。神様だって分かる。これは普通の人にはつかない、うん、神様にだけしかつかない。でもなんかライオンにヘビってめちゃくちゃ怖い神様です。これなんでアーティゾン美術館ここに置いてあるんですか。ここに置いてあるのかっていうと、はいはい、展示室いろんな絵や彫刻を見てもらう途中にちょっとこう箸休め神様なので、神様 で、うんうん、ですごく広い、はいはい、広い空間があって、うんうん、そこにこう恐ろしいものがあるんだぞ、そうかあるんだぞっていうのを見てもらおうと。ちょっとでも見守ってるか、もしくは警備員的な感じかもしれない。警備的なセキュリティをしてる、ここで見守ってるんですね。そうですね。ああ、はい、なるほど、はい、でところででもこれ重いんですか。やっぱりすごく重いです。すごく重いです。どれぐらいの重さがあるんですか。650キロ。それってどうやって測るんですか。650キロ。これ、じゃあ横に倒すのも大変なんですけど、はいはい、そーっと倒して、はい、背中は平らなんですよね、はい、あ、本当ですね、ここ平らですね、うん、それで、体重計を普通の体重計を3つ並べて、はいはいはい、そこにこうそーっと下ろして、はい、体重計の目盛りを3つ、はい、電卓で足すとそれが重さになる。650キロ。ここからです。これはもう実はくっついちゃっていて、はははは、離れないので、うんうん、ここから上が650キロ。これは重いで運ぶの大変ですね。です。基本的にはじゃあもうずっとここでもう見守ってる感じになるってことなんです、はいはい、あともう一個気になったんです。これなんですか。これ、うん、実はこれも神様の印なんですけど、はい、古代エジプトでパピルスっていう草にこう字を書いたりして、まあ、今で紙の代わりですか、はい、そのパピルスはすごくエジプトに大事にしてたんですけど、うんうん、そのパピルス の、 この葉の形を、うん、かたどった、尺っていうんですけど、尺、なんかあのあれですか、聖徳太子が持ってるこんなやつ、貴族が持ってる平安時代の貴族はこういうペラペラっていうんですけど、はいはいはい、これは、パピルスの形をした尺、葉っぱなんですね。葉っぱです。双葉みたいな形、イチョウの中こう長い感じ、そう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 です。そうです。あの、うん、見たことないんですけどね、はあ。絵でしか見たことないんだけど、はいはい、そういう形ですね。それは何に使う、そのメモ用に持ってたってこと。これは多分、うん、まあ印としか言いようがないんですよね。うん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 、字を書いたりするパピスは編んだりして、はあ、書きやすいように、加工しますけど、はあ、これは加工してないですから。はあ、そう、持ってるってことなんだ、ね、はい、でも結構ひげがいっぱいあるなとか思いますよね。そうです。でこれ、うん、左右にこう6本出ていて、ひげ、うん、はい、の表し方はこう筋を入れる表し方もすることあるんでしょうけど、うんうん、これちゃんとこう浮き彫りで、本当だ、近くで膨らましてるんですよね、うんうんうん、6本ずつ膨らまして。これは他のところにあるセクメットもこんな感じなんですか。全部同じように詳しくは並べて見たことないんですけど、はい、それぞれセクメトの像って大きさも、はい、それからちょっとこう表し方も、はい、作った人が一斉にいろんな人が作ったから個性があるんですよね、はい、ちょっとずつ違う、ちょっとずつ違うんです。工場で大量生産したわけじゃないから、手作業で、はいはいはい、多分20年か30年ぐらいの間に、はい、作ったんですよね。だからいろんな人が作っていて、いろんな職人さんが作ってるから、うんうん、でこの辺ひげとか、はい、それからこう
ちょっとこう顎はこれはちょっとしゃくれてますよね若干、はいはい、それは この人の癖なんでしょう、作った人の癖。あ、そっかそっか、そういうのもあるんですね。ありますあります。じゃあ貝塚さん他のも見たことあるんですか。ありますあります。と比べてアーティゾンのはこう美しいなとかって思う。ね、はい、もっと美しいのありますけどね。それはどこに行ったら見られるんですか。メトロポリタン美術館、あ、アメリカのニューヨークの、それからルーブル美術館、うん、でああいうとこ行くと10体ぐらいあります。並んでるんです。並んでます。そか、ここは1体だけだ。ここは1体だけ。でも逆にそのメトロポリタンとかルーブルにはないこうアーティゾンのセクメトのここが魅力だよみたいな。ここはやっぱりこうまっすぐ、立ってる像って珍しいんですよ、うんうんうん、で立っているから、こうキューッと上に伸びていく感じが、はい、それがやっぱり力強いんですね。ほう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 。で座ってる像は、はい、ちょっとこう休んでる感じがするんだけど、ちゃんと立ってるぞっていうのは立ってるぞっていう感じはすごくよく、仕事してる感じ、仕事してる感じ、守ってるっていう。確かに警備員でもね、やっぱ立ってた方がいいですもんね。座ってるよりは、はい、あとでもなんかこう遠くを見つめてる感じとかはやっぱすごいかっこいいなと思いますけど、ね、ああ、うん、はいはいはい、あ、おっしゃる通りですね、うんうん、はいはい。あとでも髪の毛もちゃんと一本一本、はい、でも彫ってるんですね。あ、これは実はカツラ、うん、カツラなんですか。だそうです。あ、そうなんですね。で、うん、これライオンもメスなんだけれども、はい、縦髪があるんですよね。オスライオンの顔のメ メスライオン、メスの神様みたいな。メスの神様、それでカツラをかぶっていて。あ、そっか、じゃあここが縦髪なんですね。そうです、これが縦髪があっ て、その後ろ側が カツラ。だいぶ複雑な神様ですね。でここにはこう、よく、はい、ミイラなんかつけてる、はい、なんかネックレス的な襟飾りがありますね。ライオンにしては耳が大きい。確かに確かに、ちょっとこうバランスを変えてるぐらい、うんうんうん、なんか耳にこだわりがあったんじゃないですか。耳にこだわり、作った人が、作った人が、その職人さんが、はい、そういうのはでもサインはしてないんですね。してないですね。今の彫刻家だったらサインするものの、はいはい、うん、コロコロは作ったぞって主張してはいけない。そうかそうか。で、名もなき職人さんがでもいたんですね。名もなき芸術家の方が、はい、こういうものができてきてから、うん、次の、ギリシャっていう時代ができたり、うんうんうん、ローマっていう時代ができたり、うん、それからまあだいぶ時代は後ろだけど、ルネッサンスっていう時代ができたり、うんうん、こういうものがあったから私たちの、アートの世界があるんだっていう感じがしますね。源流ってことです。源流、これはアーティゾン美術館が持ってるコレクションの中でもだいぶ古い方なんですか。だいぶ古い方です。一番古いわけではないけれども、うん、はい、ベスト10に、古い方のベスト10に入る、はい、じゃあぜひ他の作品も見た後もこれもぜひ見ていただきたいなということですね、はいはい、はい。ということで皆さんお分かりいただけましたでしょうか。セクメト立像、はい、はい、立像、はい、の魅力をお伝えしました。じゃあまた、次の回でお会いしましょう。またね。